こんにちは、しまなみひよりです。地元の氏神様祇園神社の夏祭りが3年ぶりに行われます。祭りの開始をお知らせする花火が打ち上げられました。2022年7月12日です。3年ぶりの夏祭りはどんな感じなのでしょうか。時刻は9時半ぐらいです。時間は早いので皆さん来られているでしょうか。久しぶりの祇園神社の花火です。時間が早いので混んでいません。鳥居の前で一礼して厄除けの輪をくぐっていきます。日中のほんのりとした暑さがまだまだ残っています。これから暗くなるのにつれて参拝客も多くなると思います。祇園神社ではこれから夏祭りの1月を迎えようとしています。提灯の明かりが少しずつ明るくなって、子供たちの声も響いて、やっぱり祭りはいいなって思います。皆さん楽しんでくださいね。
祇園神社から自宅の方へ向かって帰っている途中です。ちょっと工事現場を覗いてみます。私の後ろに以前はめちゃくちゃ大きなパチンコ屋さんがありましたが、そこに新しい店舗が作られようとしています。白いフェンスが見えてきました。今治スタバ2号店の工事が行われています。先日 YouTube の撮影に行ってた時に、どちらから来られてますかと聞かれたので、スタバ2号店の工事しているところのすぐ近くですと言ったら、すぐに分かってもらいました。建物の骨格はできているみたいですね。この土地はとっても広くて、いろんな店舗ができるといいなと思っています。工事中のスタバ2号店をさらにもう少し海の方へ行くと、びっくりするぐらい大きな釣り道具屋さんが見えてきます。新築工事中です。めちゃくちゃ大きな店舗です。派手な外観の配色なのでびっくりします。道を少しバックして交差点を左折します。いつも行列がたくさんできています。今日は火曜日なのでお休みです。ラーメン屋さんのちょっと先に広島風お好み焼きの店舗のお店です。ここも火曜日はお休みです。そのお隣が蕎麦屋さんです。ここも火曜日はお休みなんです。ドラッグストアとスポーツ用品店が見えています。3年ぶりの祇園神社の夏祭りと近所の風景をお送りしました。ナスの花はもういくつか咲き始めています。いつも見ていただきありがとうございました。ちょっぴり優しい気持ちで今治を中心に撮っています。できればチャンネル登録よろしくお願いします。